あー、不意にた大げさやねんって思ってんねん、多分そりゃ悲しいわ。なあ、うん、あ、はーい、行きます25.6 もあんの。お兄ちゃんが好きでさ。お兄ちゃん。ひなたや。あ、ひなたくん。ひなたのとこに寄ってて、まだね。なんか、なんやろな、わかるみたいな。ひなた怒られるから、もしやけどさ。ああ。ひなたやっぱりついてねて。飛んできた方がいい？いや、別に、いつまで、あん、かかんの、抱っこしてずっとあかんの、ずっとあかんの、ちょっとあかってるやん、この前じゃない。え、1年間測っとったっけ。かなたでどうやったかな、あばねは全然測ってるな。そんなもん、30キロなるやん。あばねは30まで行って、私が測れんくなって、うん、あの違う子に行くってやってもらって、でその間にあのもうトレーニング始まったから来た来た来たよ。うわ、やんちゃやからさ、やんちゃそうな滑り方してるもん。モモコツーとか、うん、雰囲気似てるな。似てるよ。ここ抱っこでもここすごい噛むなってるし。こんなん誰も手に立ったわ。若い子に変わったらええやん。若い子に変わったらええやん。変われるね。あ、そう、まあ、若い子っていうか、この子に変わるから。おい。ふふ。ああ。わコロコロって落ちてくるんだ。そうやな、降りれる範囲を確認。おい、俺何もしてない。天真爛漫っていういい感じではないか。ちょっとさ、道を。ご苦労様。